はい、どうもこみです。さて、本日はつむぎ組さんからお届けしていきたいというふうに思います。今日のテーマはですね、ディガホグなんですけども、タウンホール12、13やってらっしゃる方で、食い火ってどれぐらい皆さんされてるんですかね。僕が12とか13の頃結構食い火中心で、で、今日紹介したいそのディガホグっていうのをよくやっていたんですね。で、この食い火って最初慣れるまではめちゃくちゃね、難しいんですよ。もうレイジ打つタイミング、フリーズに壁開けて、サイドカットしてもうわーってなっちゃうんですけど、でも使い込んでいくと結構これ、いろんな場面に対応できる柔軟性を持った攻め方になっています。で、これから、タウンホール14においても、またディガーの強化とか、ディガホグ系の戦術ですね。陸系の、こういった戦術の強化が入ってくるであろうと今言われているのかな、多分。うん、なので、12、13の方でも、今14でね、もうドラゴン環境だからって言って、ディガホグとかね、その陸系の戦術を無視するのはもったいないと思うんで、ぜひね、この動画を参考に始めてみてもらう。または、もうすでにやってらっしゃる方は、それをさらにこう強化してもらうという形で、参考にしてもらえたらなというふうに思います。で、今日合計でですね、5本かな。1本はちょっと失敗リプレイになるんで、もうサクッとそこを流していきながら、合計で5本見てもらおうと思ってるんですけども、ですね、まずはこれ。タウンホール13からいきたいですね。りょうさんのアタック見ていきましょう。で、このクイヒーディガホグって、タウンホール10ぐらい、9、10ぐらいだと、クイヒー割と外周をね、こう舐めるように、使うっていうケースがあるんですね。ここからクイヒー出すんですけど、今回。こういう風にぐーっとね、外側回すか、こういう風なルート取りをしていくっていうケースがよく見られるんですが、12で、さらにもう13になってくると、村のね、壁に囲われた区画がとても広いんですね。広いので、中の方に入っていかないと、あまりいい、その、バリューっていうのかな。追肥で美味しく防衛を削ることができないんですね。追肥って、ヒーラーがついているので、ヒーラーないしはクイーンがやられなければ、永遠に、防衛を壊し続ける無限期間になってるんですけども、だからといって、ストレージ系、こういうね、こういうのばっかりこう壊していっても村を全壊するための前進にはならないんですね。火力の高い防衛を壊していかなければいけないというところで、今回もレイジを使ってクロスボウやら体育タウンホールやらあと防衛援軍ですね。この辺の防衛援軍とかこういうのを食い火で処理していってます。で、壁の中へこうスーパーウォールブレーカーを使って入れていってますよね。で、これがめちゃくちゃ重要です。さらにレイジからのストライカーでバーバリアンキングを倒していくっていうことですね。こういうその臨機応変な対応が当然求められるんですけども、これができると今タウンホールと防衛援軍と相手のババキンを、アーチャークイーンだけで倒すことができて、さらに、イーグル砲まで処理ができている。で、そうなってくると今度何がいいかって、こういうふうにね、ディガホグのルートが出来上がるわけなんですね。で、外周にはこうキングが、で、こいつがカットをこうしていってくれるわけなので、アーチャークイーンは腰のね、内側からカットする。ディガホグが通るルートっていうのが限定されて、そこにグランドウォーデンがついていき、ヒールの範囲内に全部こうディガーがね、こう入っていくっていう格好が作れるっていう。それが食い火を中に入れていく理由ですね。で、今回のパターンで言うと、宝石機が確かこことここにあるんですね。で、クイーンで、ね、こういう風に多分入れてきたかったんだと思うんですよ。そうすると、投石機2個をアーチャークイーンで倒せるっていうめちゃくちゃバックワードが取れる。ディガホグがおそらくこっち側からこう回してくるっていう予定だったんじゃないのかなというふうに思うんですが、ただこういうふうに臨機応変に、どちらに転んでも、リカバリーの、なんていうかな、幅が結構、持てるというか、致命傷になりにくいっていう。それが食い火の利点ですね。とにかくクイーンを殺さない。ここでやられましたけども、もう最後の最後は終盤に来てるので、どうってことないですね。後ろからもうなんかすげえ、闇結社みたいな数のウィザードがいて、ディガーも残ってるし、キングも、グランドボーデンもいるというところですね。ヒーラーもたっぷりいるんで、余裕の全開まで持っていけるという形になります。でこれがディガホグの基本ですね。こんな形で壁の中へと入れていきながら、ディガーとホグライダーのルートをバーバリアンキングとこう、ディガホグを挟み込むようにして作っていくっていう形になるんですけども。で、これがすごくやりやすいのが、こういういわゆる島型って言われる配置ですね。なんで島かっていうと、この辺がこう川みたいになってるんですね。これが島。
ね、こういう島型配置は何がいいかっていうと、この隙間、この川の部分をアーチャークイーンがもう縦横無尽にこう駆け巡れるんですね。そうするとそこに隣接する防衛をこう壊していくことができるので、アーチャークイーンが壁にこうね阻まれずにいろんなもうこの辺の範囲を全部こう壊せる、こういう仕事ができちゃうわけなんですね。これが、なんていうかな、島型配置をアチャクイを使った、クイヒーを使った、特にまあディガホグを使って攻める理由ですね。で、シングルインフェルノがあります。今回はこれ、ね、レイジで潰してますけども、まあ、フリーズ一発使うとかして、レイジフリーズみたいな感じにしていけば、それでまあ十分、シングルだからだと言って、過度に怖がる必要はないですね。しっかりアチャクイがシングルに向かっていきさえすれば大丈夫。これ壁の中に入らなくて、それちゃったりすると結構致命傷になるんですけど、そうならないようにしっかりね、クイーンを壁の中に入れていく。で、シングルインフェルノにこう直線的に向かわせていくことができさえすれば、まあ問題なく倒せるというところですね。で、さらに、壁の内側から投石を壊して、さらに防衛具も壊しているんで、この時点ですごくアドバンテージが取れてるんですが、さらにこの後、このクイーンの動き見てください。ぐるっとね、壁の外に出ていって、通路に入ってきましたよね。これなんですね。こうなってくると、ババキンが、上方面をカットしていってますね、こういう風に。で、クイーンが下方面をカットしていくので、ディガホグのルートってめちゃくちゃ綺麗に、マイナーとホグライダーね、ルートってめちゃくちゃ綺麗にまっすぐこう進むルートができてますよね。で、さらに今後ろから投下兵舎、の中に入っていたホグライダーがそれに合流していって、終盤ですね、ディガホグってやっていくと、ディガーは壁の中に潜っていくんで、まあ、ダメージを受けにくいんですが、ホグライダーって結構やられちゃうんですね。なんで序盤は手持ちのホグライダー、終盤は、投下兵舎から出てきたホグライダーっていう風にホグライダーの集団を2個に分けることによって、ホグライダーが常に場にいるようにする、そういうことができるとディガーはもちろん伸びるし、後ろからついてきているロイヤルチャンピオン、こいつがやられないんですね。ディガーを盾にするんだっていう形を作っていく。つまり、ルートを限定するクイヒー、さらに投下兵舎から出てくるホグライダーと手持ちのホグライダーの、もう競争ですよね。で、そこに、ロイヤルチャンピオンを混ぜ込んでいくっていう、この形が、ディガホグをする上でも、クイヒーディガホグをする上での基本となってきていて、今回見てもらっているのは、こういう島型配置にめちゃくちゃ刺さる。そうでない場合には、スーパーウォールブレーカーで壁を開けながら突き進んでいくことによって、今のこのね、壁の中に入っていって、ディガー私のルートを作っていく、ということをする。まあ、そんなような戦術になって。で、ですね、タウンホール13に行く前に、ちょっと1本だけ12のね、残念ながらミスになってしまっているアタックを見ていってもらいたいなというふうに思うんですけども、りょうさんの確かアタックじゃなかったかな。これですね、はい。クイヒーをやっていく上において、ダメージ管理ってめちゃくちゃ重要です。まあ言わずもがなですけどね。ヒーラーにレイジをかけた時に回復できる限界量っていうのがあって、だいたいアンホール13だと、ヒーラーがいなかったら秒間180ぐらいかな。で、ごめんなさい、レイジかけなかったら秒、レイジかけないヒーラー5体で秒間だいたい180ぐらいですね。のダメージで、そこにレイジをかけると 2.7 ぐらいになるんで、だいたい400ぐらいかになっていくわけなんですね。だけど、クロスボウ4機からダメージ受けちゃうと、どうもなんないですね、これ。あまりにもダメージが大きすぎて。っていうところで、今回ね、この壁をスーパーウォールブレーカーで開けようとしたんですが、これ開かなかったんですね。で、ちょっとね、これリカバリーでやっていってるんですが、さらにスーパーボールベーカー、グランドオーデンゾーンに壊され、これもうまいんですけどね、しっかりとフリーズ、ポイズンを使っているんですが、まあ、ナンセストライカー、なんだ、ロケバルガーゴイルってもうスパカゴって、これも完全に、クイヒー潰しの援軍になっているので、そこでクロークを吐かされ、クロス3機プラスグランドオーデンゾーン、さらにエアスイーパーが効いてるところでレイジを使っても、もう回復追いつかないんですね。っていうところで、外周を舐めていくと、こんな風に内側から、クロスなんかガンガン打ってきた時に、そいつらを倒すことができず、連に撃たれ続けちゃう。この壁開けをね、りょうさんが今回ちょっとうまくいかなかったがために中に入っていけず、撃たれ続けた結果、レイジを使ってもクイーが落ちちゃうっていうことになります。で、この後、まあ、ディガホの強みっていうのは、クイーンが防衛援軍のタウンホールさえ処理してくれたら、この後落ちちゃったとしても、ヒーラーがディガホグにスイッチして、ディガヒーとかホグヒーっていう形になって、最後まで持っていけるっていう、まあそういう要素があるんですけども、未完成その途中で、ヒーラーが全部やられてしまっ
ってヒーラーの、まあ、枠約70枠ぐらいかなが溶けてしまったので、ちょっとそれが仕事量的に少し足りなかったのが敗因になっちゃったんですかね。中心部分に入っていたロイヤルチャンピオンがやられちゃって、で外周にまあホグライダーとかギガがいるんですけども、こいつらだけだとちょっと中心部分が心もとなかったですね。イーグルぐらいまでは壊せたんですけども、その後ババキンがやっぱり、ね、強いんですね。このホグライダーに対してディガと違ってババキンを倒せないので、永遠に殴られ続けながら、前進していくしかないというところで、まあ、最後までこのキングが立ちはだかったというところで、まあ、こんな形になってしまうので、やっぱりその火力管理っていうところに関してはすごく難しさがあるし、今まで見てもらった1本目2本目っていうのも実は防衛軍すごい食いひん殺しの援軍だったんですよ。ストライカースーパーガーゴイル、あとロケットバルーン、まあ、この辺がふんだんに使われていたんですけども、1本は確かラバハウンドだったかな。もうラバハウンドも結構嫌なんですよね、食いひんにとっては。火力が高いところで捕まっちゃうとずっとクロスボウとかね、そういう高火力のダメージを受け続けちゃうんで嫌なんですけど、まあ、今回のそのリョウさんが今このね、6番に対して当たったような援軍っていうのが結構12、13だとよく入っているんじゃないかと思います。クイヒー殺しとしてね。でそれらを突破するっていう、まあ、難しさもあるし、まあ、そう優しいもんではないんですよ。スパガゴが出た瞬間に、こいつ援軍に入れることによってアーシャークイーンがね、すごい落ちやすくなっちゃうということで、クイヒー使う人が一気に減ったんですね。ガックンって。で、ちょっと忘れがちですけど、今やっぱりそのスパガゴがまだいるんで、クイヒーの難易度っていうのは、まあその1年半、まあ、2年ぐらい前、に比べると圧倒的に今高いんです。高いんですけども、そこの突破の仕方さえちゃんと覚える、フリーズとポイズン、ポイズンをスパガゴ、フリーズをストライカーにかけるとかね、あとストライカーじゃなかったら、ロケバラにかけるっていうような感じで、呪文を結構ふんだんに防衛処理で使っちゃうんですけども、援軍処理でそこのちゃんとパターンさえ身につけることができれば、まだまだクイヒーやっぱり強いし柔軟性もあると私も言ってますよね、というところですね。で、次タンホール12に行きます。りょうさんはね、やっぱ食い火がうまいんですね、この方本当に。でどこに入るかっていうと、ここに入っていきます。今回はすごいですね、ここに入れるっていう感じなんだけど、個人的にはうまいなって思う。でそうすることによって、中に入った時にイーグル砲が壊せます、防衛軍壊せます、クロス壊せます、グランドオーデンズを壊せます。これなんですね、いうふうにその壁の中に入った後にどんだけの、バリューが、バリューってかアドバンテージが取れるか、そこがすごく重要ですね。あれ元なかったですね。今ホーミング一発ヒーラーが食らっちゃいましたけども、バリューの先に出しておきたかったところ、うまくこれ初見で攻めたのかもしれないですね。変な具合でちゃんとここ出っ張ってる部分、ここにウォールブレーカー1体目を当てて壊しておいてから2体目を当てると。ウォールブレーカーは、防なんか施設が、防衛でも何でもいいです、施設が中にある、一番近い壁を開けるんで、このウィストに反応しちゃってこの壁開けちゃうんですね。で次に開けるのがこの今キングがいた深くの壁、そこにしっかりとサイドカットをね、ここに入れていきながらアーチャークイーンに突っ込ませますね。はい、これロケットバルーンにスーパーガーゴイル、これねきついんですよ。レイジを使ってなんとか乗り切りましたけども、これスパコンが2体とかいたら多分乗り切れなかったかもしれないね。で、区画に入って、あとはもう安定ですね。レイジを使って、ちゃんとアーチャークイーンの回復量を上げてから目を離すっていうのが結構重要です。これね、レイジ使う前に目を離しちゃったりすると、ディガホグをこう展開して、キング出して、グランドボーデン出してとかやってるうちに、あれよあれよとアーチャークイーンやられちゃうんですね。今これそうですね。あっさりこのクロスボウで、クローク剥がされちゃうんで、こうならないようにちゃんとレイジを使ってから目を離すと。いうね、癖をつけておくと、まあ、死ににくくなるんですけども、うまいですね。フリーズよく見てるな、このアーチャークイーン。で、しっかりこの部分が削れてるので、ディガホグのルートが、こういう風に出来上がるわけですね。外周はキングがパッとしてくれてます。まあ、この部分ちょっと出っ張っちゃってますけどね。今、ディガホグが言っちゃいましたけども、まあ、ここまで削れば十分でしょう。ボムタワーも壊して、アーチャークイーンはお役御免。で、このヒーラーがスイッチしきれなかったかな。まあ、ギリギリちょっとスイッチしたけども。まあ、ただ、こっから先ね、まだ、外周に流れた大量のディガーと、あと中心部分ヒールで一旦体力を回復したホグライダーがいるので、マルチインフェルノを撃破して、もうこれで怖いもんなしですね。もう単発攻撃しかないんで、ディガホグをそうそうね、
落とせる防衛はありませんというところですね。うまい、やっぱりよく見えてますよね。このクイヒって、でも僕もさっきダンホール13とかでやってきたって言いましたけども、ちょっとね、1、2ヶ月やらなかっただけで、このレイジを使うところ、フリーズを使うところで、なおかつ今の環境だとインビジブルを使って、ヒーラーとアーチャークイーンに対するタゲを全部外して一旦ダメージをリセットするっていう方法もあったりするんですけども、どれをどのタイミングで使うかっていうね、瞬時の判断力が鈍ってくるんですね。なのでめちゃくちゃ難しさはあるんですけども、慣れがないと、まあ、常にこの慣れを維持するっていうのは難しいんですが、でもやっぱり慣れてくると、もうこればっかしみんなやっぱ使うプレイヤーってやっぱ結構いるんですけども、それを裏付けてるのは圧倒的なこの柔軟さですよね。対応力の高さだと思います。めちゃくちゃ強い戦術なので、こんな風な形で奥へ奥へ入ってね、形を忘れないでもらえたらいいのかなというふうに思います。これバリさんだね、多分クイヒーをやめた言いながら、このクイヒーもまたクソうまいんですよね。ぜひもう一回クイヒーを始めたっていう風に名前を改名してもらっていいんじゃないかっていう風に思うぐらいうまいんですけども、今回このマルチインフェルノのゾーンに入れていきます。そうするとタウンホールがこれ壁から3マスしか離れてないんで、ここないしはこの辺から受けちゃうんですね、タウンホールが。でそれを見逃さずこの区画に入れていきます。でそうするとさらに相手の防衛軍も倒せるし、バーバリアンキングも倒せるというところですね。まあ、逆から入ったらアーチャークイーンが倒せる、もうエアスイーパーの影響も受けないっていう、もう完璧なね、もうクイヒーゾーンで、今回はスーパーガーゴイルはいないけども、ベビドラ2体にストライカー、それ以外やっぱね、強敵ですね。これポイズンで乗り切ってます。おそらく今、フリーズを手元に構えていたはずですね。で、いざとなったら撃とうと思ってたんじゃないかなっていうふうに思います。ロケバル来ましたね。こんな感じ。やっぱね、ロケバルとね、ストライカー、あとスーパーガーゴイルの組み合わせが今、クイヒー殺しとして流行ってますね、本当に。で、ここからおそらくね、こういうふうにアーチャークイーンのターゲットをホールに向けていきたかったんだと思うんですけども、ちょっとアーチャークイーンのね、ターゲットがこっち行ったり、こっち行ったり、こう散っちゃったんで、結果的に壁殴ってるんですが、まあ、壁殴っても問題ないですね。このね、ディガホグをね、出すタイミングもね、これがうまいんだ、本当に。タイミングうまいんで、アーチャークイーンがこっち側に反れないんですよ。とりあえずにしっかりと、タウンホール側に行く。で、このね、タイミングの測り方って、出したディガホ君がどれぐらいのペースで前進していくかっていうところの、もうこれ感覚で掴む方が多分いいと思います。で、掴むためには使いこなすしかないんですけど、使いこなせば必ずこの感覚身につくので、諦めずにぜひ使っていってもらえたらなと思います。もうフレチャーをしまくって、頭空っぽにしながらフレチャーしまくってもらうで、これはいいと思います。それぐらいの感じで、まずこなせば、身についてくると思うんで。でしっかりとアーチャークイーンがこうね、よくあるんですよ、逆走した場合に、逆走しちゃった先、例えばこっちにこう行っちゃったら、こっちからディガホグを出すことによって、アーチャークイーンがこういうルートをたどるとかね、こういう風なディガホグを出すタイミングと場所を変えることによって、アーチャークイーンをコントロールするっていうのも、いや、何言ってんの、クソ難しくないっていう風に思うかもしれませんが、よくやるパターンです、本当に。で、これは、慣れでできるようになるんで、ぜひね、試してみてもらえたらなというふうに思います。で、今回最後、まとめですけども、ですね、ディガホグ、クイヒディガホグする上で、一番重要なことっていうのは、なるべく、アーチャークイーンを壁の中へこう入れていくっていうですね、中心部分に向かわせる。で、向かわせながら、できることなら、タウンホールを落とす。で、応援軍はもう確実にアチャクイで落とすぐらいの気持ちでいた方がいいと思います。で、あわよくばマルチインフェルノやヒーローを、クイーンで潰していくことができると、なおさら、ディガホグの安定感が増すっていう。ね。で、今回のリョウさん、じゃバリさんみたいに、ここですね。クイーンで削る。で、外周こっち側をキングで削る。で、残ったこのルート、ここを、ディガホグで潰していくっていう、こうね、ディガホグと、ディガホグをキングクイーンでサンドイッチするような形にしていく。で、タウンホール13ならもうロイちゃん普通にディガホグに混ぜちゃえばいいし、まあ順位だったらもうディガホグ単体ですね。で、できることなら10日弊社を使うってことです、これ。突撃艦イエティから入るパターンもあって、
タウンホールがどうしてもクイーンで処理しにくい場合なんかは、突撃艦でタウンホールを壊しながら防衛軍釣ってアチャクイで処理していく。でそこからディガホグってパターンもあるんですけども、東海社が使えると、やっぱディガホグと相性がいいんですね。キングの伸びが、その東海兵舎のペッカビズでより伸びるし、中に入っているホグライダーが遅れてくることによって、手持ちのホグライダーがやられてからもホグライダーがまだ場にいるっていう環境が作れる。まあ、できることなら、東海兵舎を使って、今みたいな形で攻めてもらうと、まあ、とてもね、ディガホグが決まりやすくなるんで、そういうプランが描けるなっていう村と出会った場合には、ぜひ使ってみてもらえたらと思いますし、それができるかどうか見極めるにはやっぱりやってみないことにはどうにもなんないので防衛軍を倒しながら杭を壁の中に入れていけるかなどうかなっていうね、そこを見てもらいながら使ってみてもらえたらいいかなというふうに。でもうさっき言った島型に関してはもうほぼほぼやれるので、ぜひねそういう村があった場合には、ディガホグ、クイヒディガホグを試してみてもらえると成功率がかなり高いんじゃないかというふうにご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はクイヒーディガホグの話をさせてもらいました。やっぱクイヒーを始めるにはこれすごくね、難易度的に優しめだと思います。このクイーンがやられてもね、ディガホグにヒーラーがスイッチするという点で、前回までワンチャン伸びやすくなるなのでね、ぜひ今回の内容を参考にお試しください。そして私のチャンネル、タウンホール12から14まで幅広くクラン対戦の解説系の動画を扱っております。ぜひね、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。